ゆみりんりが教えるカズタマ運気予報。では運気指数からお伝えしていきます。宿玉三玉の方の今月9月の運気指数は9です。今月は家族や恋人、部下や子供に恵まれる時です。では今月の運気の前に今年の運気からお伝えしていきます。宿玉三玉の方の2023年今年の運気は実益の季節です。そして今月9月の運気は安定の季節です。では宿玉三玉の方の安定の季節を詳しくお伝えしていきます。姿勢を正し行動を意識するようになるため、外部から資金や社会的援助を受けやすくなり、蓄財もできるようになるので金銭面において好調な時期となります。また自立の季節で起こした行動が実り始め収穫されます。体より頭で考えようとするため勢いはありませんが、一つ一つの実績がその後結果へとつながっていくでしょう。このように安定の季節では先月までの疲れた気分が落ち着き、精神的にも非常に安定しやすい時期になります。恋人や家族とも良い関係が結べるでしょう。では予報いきましょう。こちら旧暦で表示しておりますので、1日からではなく9月8日から10月7日までが9月の運気となります。そして最も気になるこの9月の安定の季節と重なる10、20、30、このように安定の月と安定の日が重なる日は穏やかな日になり、蓄財もたまりやすい時期になるので、不動産や大切なものを購入する日にすると良いでしょう。では安定の季節の良い傾向と悪い傾向をお伝えしていきます。良い傾向に行くと物事が確実に進展する時でしょう。しかし悪い傾向に行くと準備不足で生活の基盤が築けないので注意しましょう。そして良い傾向に行くと豊富な財運に恵まれる、そんな時期でしょう。しかし悪い傾向に行くと準備していなければ身の丈に合わず金銭的に苦しい時期になるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと着実に仕事をこなせば成果につながる、そんな時期でしょう。しかし悪い傾向に行くと準備してない方は期待外れに終わりがちになるので注意しましょう。このように運気予報をチェックして毎月の傾向を知ることで、今何をすべきなのか行動の指針にしていきましょう。さあ皆様いかがでしたでしょうか。このカズタマ運気予報はあなたの人生の季節で分かることのほんの一部です。あなたの運気をもっと詳しく知りたい方はこのような冊子もご準備しております。こちらにはさらに詳しく良い傾向、悪い傾向、そしてあなたに心得る出来事、またその対策など詳しく記しております。またあなたに合わせた運気の上げ方などこのように詳しく記しております。あなたの運気を詳しく知りたい方は概要欄に LINE 公式アカウントの URL を貼っておりますので、こちらからお問い合わせください。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。